マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくダイエット中だからおやつや間食はね我慢してるんですっていうねお声をいただきます。でも痩せたいけどおやつ食べたくないですか？私もねおやつ大好きですからその気持ちがよくわかります。この動画をご覧いただきますとダイエット中でもおすすめのおやつがわかるんですね。なのであなたがダイエット中、痩せたいけどおやつも食べたいなってお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ダイエット中におすすめの痩せるおやつトップ3ということでランキング形式でお伝えしていきます。ではおすすめのおやつのお話に入る前に、こんなおやつはね太りますよっていうその注意点をお伝えしていきたいと思います。ポイントは2つです。1、腸内環境が乱れるおやつ。2、我慢を続けたことによるストレスです。1つずつ見ていきましょうね。はい、1つ目です。おすすめできないおやつの、ポイント、腸内環境を乱してしまうものということでこちらです。食品添加物が入っているおやつは避けましょうということなんですよね。なぜかというと、そういったその人工甘味料ですとか化学調味料ですね、そういったものが含まれているおやつというのはあなたの腸や肝臓に非常に負担をねかけてしまいます。その結果もう臓器が弱ってしまって消化吸収ができなくなって結果栄養不足になってしまうんですよね。そうすると食べたものが消化吸収できないわけですから、結果そのホルモンを作るための材料、栄養ですよね、これが取れないわけですからね、もうどんどん太っていってしまいますよと、この悪循環を作る元がやはりこの食品添加物なので、この食品添加物が入っていないおやつをお伝えしていきますね。そして2つ目、我慢をし続けたことによるストレス太りですよね。これはいかがでしょうか？ご経験ないですか？私もあります。もうねこれは絶対ね食べないようにしようって我慢すればするほど後から食べたくなっちゃうっていうね、この悪循環なわけですよね。その時にもう我慢し続けた結果また良くないものを入れるよりはこういったおやつを召し上がっていただくといいんですよということで、今回3つ選んできました。ではここからはいよいよトップ3ということで、ダイエット中でも安心してね美味しく食べることができるおやつをお伝えしていきたいと思います。今回はイオンの、マックスバリューですね、トップバリューさんで選んできました。ではまず3位はこちらです。はい、見えますでしょうか？グリーンアイシリーズの揚げ餅塩味になります。こちらは調味料かっこ、アミノ酸や核酸を使用していませんということで、口どけのようにサクッとした食感と国産もち米の風味を引き立てる塩味に仕上げましたということで、ちょっとカロリー見ていきましょうね。1袋あたりが 38g 入っています。エネルギーが 210kcal、 タンパク質も取れます 2.1g、 脂質が 12.4g、 糖質が 22.3g、 食物繊維が 0.3g 取れます。で、裏のこの原材料名を見てみますと無添加なんですよね。原材料名はもち米、植物油脂、食塩と鰹節の粉末のみでできています。ではちょっと開けていきたいと思います。これはですね、やっぱりこういったおせんべい系ですよね。こういったのってもう残念かな、必ずですね、見てください、調味料かっこアミノ酸などってね味付けしてあるのがほとんどで、もう巷のスーパー行ってみてもこれが入ってないのがないっていうぐらい本当にないんですよね。そんな中でこのグリーンアイシリーズはですね、そういったものが入っていませんよということで選びました。わー、なんかもう本当ね、あられの美味しい塩の風味がしてます。一つがねこれぐらいの大きさです。ではいただきます。今暑いじゃないですか。暑い時ってやっぱりある程度塩分っているんですよね。汗をかいて水分ばっかり取ってしまうと体液のね塩分濃度が低くなってしまって、結果実は熱中症にかかりやすくなったりします。そういった時にもね、水分と一緒にこの塩味の効いた、でも塩辛くはないんですよ、程よい塩味ね
しかも無添加のこの揚げ餅塩味召し上がってみてくださいね。では続けて第2位はこちらです。はい、こちらもイオントップバリューシリーズグリーンアイの商品で、全粒粉入りのココアビスケットになります。でこれが嬉しかったのがですね、何かというと、このショートニングが入ってないんですよ。プラス膨張剤とか乳化剤も使っていません。でこちらね、全粒粉を使用しました。ココアの風味をしっかり感じられるさっくりとした食感のビスケットです。ということで、私ですね、やっぱビスケット好きなんですよ。でもほとんどショートニングっていうのが入っています。でこのまあショートニングが入ってしまうとですね、あのマーガリンもそうなんですけども、よくないですね、トランス脂肪酸というものがね、やっぱりたくさん入ってるんですよね、この2つが特に。そうするともう本当にですね、あの痩せないどころか病気になってしまうっていうぐらい、別名食べるプラスチックって呼ばれてるぐらいね、すごく良くないんですよね。なので特に小さいお子さんとか、まあ、私もね今 JK の娘が一人いますけれども、やっぱりね食べたがりません、おやつ。なんかちょっとね久しぶり食べたいとか言われると買ってあげたいなって思うんですけど、裏を見たらやっぱりねショートニングとかマーガリンもほとんど書いてあって、うわーもうこれ買いたくないなってね思ってたんですよ。ところがこのトップバリューさんのねココアのビスケットはですね、こちら原材料名を見てみると、後ろにショートニングやマーガリンはね一切入っていないんですよね。なので安心してお子さんにも買って差し上げるなと思って選んでみました。でこれすごくね可愛いですよ。もうほんとミニサイズ、これくらい、いい香りがしてます。いただきます。本当に甘すぎずサクサクしてて美味しいです。こちらの気になるカロリーと、まあ、栄養素なんですけれども、1袋あたりが 72g、 エネルギー 384kcal、 タンパク質が豊富ですね、 5.5g、 脂質が 21.7g、 糖質 40.5g、 食物繊維も結構入ってますね、 2.1g ということで、もちろんね一袋一気に食べ過ぎてしまっては、まあ、NG ですよね。ちょっとカロリー高いかなと思うんですけれども、材料は安心ですので、適量を美味しく召し上がっていただきたいなと思います。では第1位はこちらです。はい、チーズクラッカーになります。同じくトップバリューのグリーンアイ商品ですね。でショートニング、膨張剤、乳化剤を使用していなくて、サクッと香ばしく焼き上げチーズ味に仕上げましたということで、ちょっとカロリー見ていきましょうね。先に、エネルギーが 353kcal、 1袋が、ね、75g 入ってます。でタンパク質が豊富 8.3g、 脂質が 15.2g、 糖質が 45.1g、 食物繊維が 1.5g ですね。でこちらね、裏の原材料名見てみますと、先ほどお伝えした通り、こういったね化学調味料等々がね無添加ということになります。で私はこれがすごく嬉しかったのが、今その私の一人娘がですね、このクラッカーにクリームチーズを乗せて食べるのがすごくね彼女はハマってるんですよね。で私がこういったクラッカーあんまり買ってあげれないんで、あのなぜかっていうと、このショートニングとか入ってるわけですよ。嫌だなと思ってね、わざと買ってなかったら、娘からリクエストが来て、ちょっとママ食べたいって言われたので、なんかいいねクラッカーないかなと思って探してたら、こちら見つけたんですよね。もう嬉しかったです。あ、これだったらショートニング入ってないと思って。だって娘やね、まあ、大事なご家族にあのトランス脂肪酸食べさせたくないじゃないですか。なのでこれもね、ぜひご自身と大切な周りの方、ご家族の方のためにも、こういったのが入っていないものをね選んでいただきたくって見つけてきたので、早速お届けしております。うーん、チーズのね風味がすごくね、香りがすごいですね。で色も可愛い、サイズもね結構食べやすいですよね。食べ過ぎなくていいと思いますよ、これぐらいのサイズでしたら。ではいただきます。これもサクサクで、あのチーズの香りがすごくしてて、もうこれだけでもね美味しいですが、
プラスこれにクリームチーズ、無添加のですねクリームチーズとか乗せていただくと本当に栄養たっぷり、栄養満点のおやつになると思いますから、ぜひお子さんにもね作って差し上げてくださいね。さあいかがだったでしょうか。腸内環境に負担をかけず、まあ、我慢しないでダイエット中でも美味しく食べれる、ね、ことができるおやつ分かっていただけたと思います。ぜひ日頃のおやつに取り入れてみてくださいね。それでは今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。